さあ今日はですね、前回作ったホイール、カービィちゃんのホイールですね、これの色塗りをやっていこうかなと思います。まあ基本的にはこの今多分配信じゃねえやの動画の画面に出てると思いますけど、こんな感じでね、色を塗り分けていきたいんですけど、今回はね、あのタイヤの部分は、ね、ピンク色にしたいと思っているので、まずね、そのピンクの部分から塗ってしまうと内側を塗るときが難しいということで、今回はまず内側からちょっと塗っていきたいなと思うんですけど、むずいなこれ。黄色い縁があるのか、黄色い縁があるのでまずそれを塗っていかないといけない。はい、というわけでとりあえず、内側はこんな感じでいいかなと思います。はい、で一応真ん中にね、星型のマークをつけないといけないんですけども、ちょっとそれはね、考えがあるので、ちょっとそれは後で、てか最後にやりたいと思います。はい、とりあえず、外側のピンクの部分をガッとギジャッとね、塗っていきたいなと思います。今度は色味どれぐらいかな、これ結構真っピンクみたいな感じやけど、これはちょっと結構絵の具いりそうなのでいっぱい作ってモリモリ塗っていきたいと思います。
ちょっとここまで塗ったんすけど、なんかカメラ越しで見るとめっちゃ真っピンクに見えるんやけど、これ塗っててなんか乾き出すとね、なんか結構ちゃんとピンク、鮮やかなピンク色になってきてるんですよね。はい。ね、ちょっとこれが完璧に乾いたら、この白い部分、持ってる部分ですね、もう塗っていきたいと思います。え、俺このまんま手に持って乾かさないとダメなのかな。これ小皿に入れとけば大丈夫というように気づいたので、いいね、これだ、これで塗っていきます。まあ一応着色できたんすけど、なんやろう、なんかまぼこの出来とこないみたいなこれだけじゃね、ちょっとね、なんかちょっと微妙なんすけど、まあまあちょっととりあえず、これで乾かしてみようかなと思います。でこれが何かわかりますかね。これホイールを飾る台座ですね。そうは見えんやろうとは思いますけど、まあ、前作った時ね、ヘラべったいなんか薄い台座を作ったんですけど、安定しなかったんですよね。安定しないし、取れちゃったんですよ。ひっつけてたと、ホイールとくっついてたと思ったらね、取れちゃって、なんでちょっと新しいのを作らないといけなくなっちゃったので、まあそれならちょっともうちょっとがっつりしたの作るかってなってこれ作りましたけど、これねあんまイメージが湧いてないんだよな。結局なんかどっかの道路を走り回ってるようなイメージではあるんやけど、どういう風に塗ろっかな、これどうすりゃいいかな。とりあえずなんかこうホイールが走るであろう場所はちょっと地面っぽくかな。まあ、この辺はバーッと一回塗って、やばいな、今カメラ見たら、やばいじゃん。うんこじゃん。
なんかよくわからなくなっちゃいましたとりあえずそのホイールを飾る台座みたいな感じ、な外でまあホイール走ってるところはちょっと茶色く塗ってみたんですけど、これでいいのかどうかすらよくわかんないんですけど、まあこの茶色い部分はね、あのホイールが乗るんで多分あまり、そうだね、見えなくなると思うんですけど、まあちょっとこれでやってみようかなと思います。はい、で仕上げですね、ホイールの本体の方が乾いたので、ちょっと仕上げに移っていきたいと思うんですけども、このホイールね、この真ん中に星型のねマークがついてるんですけど、で星型って難しいじゃないですか、やっぱり書くの。なんでちょっと自分が考えたのはですね、はい、これ、100均で売ってる星型のシールだね、ちょっと立体的なシールなんですけど、これをね真ん中にうまいこと貼り付ければなんかそれっぽく見えるんじゃないかなと思って買ってきたんですよね。まあ紙粘土なのにここでシール使うのどうなんて思われるかもしれないですけど、もうこう難しいんですよ。あの裏で他の余ってた紙粘土に変えてやってたりしたんですけど、もうどうあがいてもうまくできないので、まあ、それなら見栄えをまず重視してこの星型のやつを、大きいやつこれぐらいか、あ、このでっかいのでいいかもしれない、あ、これがちょうどいいかもな、これを使えばすげえ可愛くなるんじゃねえかと。こっちが正面やな、こうして、じゃあちょっとやってみますよ。お、ちょっと待って、はい、どうですかどうすかこれ、あ、なんだこれ、ちゃんと貼れねえ、ちょっと色がはげちゃったので、応急処置というか塗装し直しました。まあ、ちょっとムラができてますけど、まあ乾いたら同じ色ぐらいになるんじゃないのかな。なんでこれ一応この星の裏ねひっつくようになってるんですけど、これあれだね、ちょっと弱いので、まあもともとそんな確かに紙粘土に貼るようなやつじゃないと思うんで、これはねちょっと強力両面テープを貼りのこれでやろう。さっき仮で貼った分貼った感じなすげえ良かったので、ちょっとこれは採用したいっすね。ひっついたかな、若干不安ではあるじゃあちょっと反対側も貼ります。一回塗り直して、でその絵の具が乾ききる前にこの星を落とさないとダメだ。うん、あの一緒に塗り込ませるというか沈み込ませるみたいな感じでこの星を、わりかし、これ大変、こんなに大変になると思わなかった。これ簡単にペタって貼れると思ってたから。はい、そう、絵の具となんか一緒に固まらせるみたいな、そんな感じでいい。よし、あ、剥げてる、ここOK かな。はい、どうすか、いいんじゃないですかね。
結構一気になんかカービィ感出た。ね、星をつけたら一気にカービィ感出ましたよ。はい、というわけで、あとはちょっと細かいところを塗りつつ、乾いたらさっきの、ジオラマに、ジオラマなのかな、乗せて、完成かな。はい、いや今回めっちゃなんか疲れた。はい、じゃあそこまで飛ばしたいと思います。はい、というわけでできました、ホイールカービィです。はい、まあちょっとね、いろんなところがまたハゲてますけど、これは後で修正しておきます。はい、まあ、こういう感じですね。どうですかね。横から見たらね、まあちょっとなんかあんまり丸々っこくは見えないんですけど、まあちょっと台座にね置いてるから余計にそう見えるのかもしれないですけども、まあやっぱこれ真ん中の星がね、やっぱいい味出してるというか、これのおかげですごくカービィっぽく見えますね。はい、反対側はこんな感じです。まあちょっとあんまり反対かどうかが分かりにくいとは思うんすけどね。はい、まあこういう感じになってます。はい、あのアミーボのカービィと比べても結構なんかでかくできた感じがありますね。はい、こういう感じです。はい、色ムラがひどいね。ムラが結構ありますね。うん、もっとちゃんとしっかり同じ色で塗り分けないといけなかった。はい、まあこういう感じでね、あの前から見たら分かるんですけど、ちょっと斜め向いてるんすけどね。はい、まあこういう感じです。で、一応ねこうやって台座から取り外してディスプレイしてる感じですね。はい、まあこれ反対側とかにすることもできるんですけど、まあ一応ねこういう感じになりましたと。はい、というわけで今回は、カービィのホイールカービィですねを作ってみました。また次回ねありましたらよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。